競輪グランプリ2018、12月30日に静岡競輪場で行われます。静岡で初めて行われるグランプリ、28、29、30この3日間本当に静岡がファンが多い、入場者数が多い、熱い、そこで行われるグランプリどうなるんだろう、非常に楽しみ。そしてその9人がついに揃いました。今この小倉競輪場で競輪祭、初の G1 ナイターとして開催された6日制の長い戦い、浅井康太が勝ち抜いて、清水博人が最後に飛び込んでくる。次点に泣いたのは原田健太郎、まあ、最後の最後まで、渡辺和成であったり山田秀明、賞金面だったり優勝だったりでものすごく苦しい戦いを、していました。本当に悔しい思いをした選手いますけれども、走る9人に思いを託して熱いレース行われることと思います。今年を席巻した選手たちのバトル静岡競輪場で行われます。今年も、競輪祭終わって出場順位が決まった直後、まさに今予想を出します。出場9選手、まずは新田雄大、全日本選抜競輪優勝、三谷隆起、日本選手権高松宮記念杯優勝、脇本雄太、オールスターと友人親王杯優勝、浅井康太、競輪祭優勝、平原康太、村上義弘、村上博之、武田豊樹、清水博人、賞金獲得上位者ということで、平原以下の5人が出場を決めています。9人、並びの想定、まず近畿4人、脇本先頭に三谷、村上義弘、村上博之、非常に可能性が高いと思います。ちょっとだけ村上義弘、博之の兄弟が別ということが考えられはするんですけれども、これまでやっぱり近畿で戦ってきたし、脇本がいたからこのメンバーでグランプリを走れる、それを思うと脇本のためにも並ぶんじゃないかという、感じがいたします。関東はもちろん平原康太に武田豊樹、新田雄大と浅井康太と清水博人、この3人は短期それぞれ、1人で挑むことになると思います。浅井も連覇をかけ、そして3回目を狙う、新田はちょっと競輪の方にから離れているため、状態どうなんだろうという不安もあります。勢いがあるのは清水博人、脇本を先頭にする近畿勢にどう立ち向かうかということを含めて、番手勝負、誰かが飛びつくのかということも考えて、狙いは、一つ一点に絞ろうと思います。脇本雄太から三谷隆起、三谷競輪祭の、勝ち上がる段階で失格をしています。ただこれが三谷がその横をアピールするという意識、それであって、まあ、三谷本人が横をやるということを自分の中にこう閉じ込めているような走りと感じました。脇本の番手をグランプリで絶対に守りきる、脇本が今やっぱり一番強い、その三谷のところは狙われる、しかし三谷が守りきる、そして脇本がそのままゴール、ここは脇本から三谷に1点、一番人気になるところを、狙います。らしからぬという感じは自分でもいたしますが、1点一番人気、全然で買うということで高配当を狙うということを、このコーナーだったり、動画いろんな紙面でもやってきています。ただ脇本が優勝するということ、そしてその後ろ番手を回る意味というものを三谷が教えてくれるということ、非常にこう競輪の原点に立ち返るようなレース、グランプリで見られるんじゃないかなと期待をしています。優勝は脇本だと思います。三谷がしっかり番手を守ってワンツー、この一番人気、ファンの思いがこもった、車券になると思います。